亀田法斎像、谷文長が、北村元無線地地味片木。亀田法斎文政九年三月九日は、江戸時代の家政文化期の初夏、儒学者、文人。江戸勘田生まれ。法斎は五。なお翼、後に、長江に改名。略して京。字は、国南、交流、地流、支流、死具も、工芸。要名を、いよいよ吉、通称文左門。 宝彩筆五古取氏四行奏書、幕金春風音父は一万絵門と言い,い、上野国欧羅軍、富永村上五家村の出身で、日本橋横山町の別校省、長戸屋の通い番頭であったが、宝彩が七歳の頃に、この長戸屋を継いだ。母の衆は、宝彩を生んで、わずか九ヶ月後に没死した。宝彩は六歳にして、三井神奈より、書の手ほどきを受け、 町内の飯塚小枝山について、素読を習った。14歳の時、井上金河に入門。才能は、弟子の中でも、軍を抜き、金河を強担させている。この頃の同門、山本北山とは、中生の友となる。23歳で私塾を開き、計画や書などを教え、政樹館においても、教鞭を取った。赤坂日枝神社、駿河台、本所横川出村などに教日構え。 共和元年五十歳の時下や金杉に移り住んだ。妻助へとの間に数人の幸運だが皆創生し、亀田綾瀬の未生存し、後に儒学者、諸家となる。亀田宇ぐいには孫にあたる。宝斎は合法来楽な性質で、その学問は花肌見識が高く、その私塾には多くの旗本や御家人の指定などが入門した。彼の学問は、 節中学派に属し、すべての規範は、己の中にあり、己を、唯一の基準として、善悪を判断せよとするものだった。したがって、社会的な権威をすべて否定的に捉えていた。松平定信が老中となり、完成の改革が始まると、幕府政学となった朱子学以外の学問を排斥する、完成医学の金が発布される。山本北山、塚伝大峰。 豊島と洲市川革命と共に医学のごきとされてしまい、千人以上いたと言われる文下生のほとんどを失った。その後、酒に溺れ貧困に急するも、庶民から金杉の良い先生と親しまれた。塾を閉じ50歳頃より各地を旅し、多くの文人や水人らと交流する。今日は2年に谷文長酒井法一らと共に、日立国を旅する。 この後、この三人は、下屋の三の体と呼ばれ、生涯の友となった。文化五年、つますけボッス。その悲しみを紛らわすためか、翌年日光を訪れそのまま新州から、越後、さらに、佐渡を旅した。この間、出雲崎にて、両官和尚と、運命的な出会いがあった。三年にわたる旅費の多くは、越後商人がスポンサーとして賄った。六十歳で、 江戸に戻るとその書は大いに人気を博し、人々は競って記号を求めた。1日の純筆量が5両を超えたという。この頃、堺井法一が近所に転居して、法彩の生活の手助けをし始める。法彩の書は現代欧米収集家から、フライングダンスと形容されるが、空中に飛翔し、飛び回るような独特な書法で知られる。法彩は、 越後帰りで自学ネリーという川柳が残されているが、領館より海藻に大きく影響を受けた。方斎は、心根の優しい人柄でも知られ、浅間山大噴火による難民を救済するため、すべての蔵書を売り払いそれに充てたという。また、赤浪市の忠義に感じ、資材を投じて、高輪の仙学寺に記念碑を建てている。城宿としていた、浦和の宿屋の休場を救うため、 百両を気前よく提供したという逸話も残っている。晩年、中部を闇半身不随となるが書と試作を続けた。去年75、今年を福寺に葬られる。現在放災が書いたとされる石碑が全国に70基以上確認できる。京中山放災は20以上の号を持つ。飲んだくれ、はぐれ者、老いぼれ等の事故を揶揄した義号が多い。 ありがとうございます。